こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーはじっくり煮込んだ牛すじカレーです。このカレーは長崎のご当地カレーということになると思うんですけど、長崎老舗洋食店フラワーメイト、フラワーメイトさん監修のレトルトカレーということで、長崎学生街で愛され40年以上の老舗洋食店の味わいをご堪能くださいということで、具材の方も牛すじがメインという、とても美味しそうなカレーです。それでは食べてみたいと思います。じっくり煮込んだ牛すじカレーです。長崎老舗洋食店フラワーメイト監修。見た目何か作り込んだカレーといった印象で、いかにも洋食屋さん監修のカレーといった感じです。ではいただきます。やや甘めのカレーソースで、そしてこれはちょっと複雑な味わいというか、とてもそういう意味で何かこうコク深さを感じます。具材の牛すじ肉はそんなにたくさん入っていないんですが、ちょっと食べてみます。とても柔らかくて美味しいですが、繰り返しになりますけども、あまり量は入っていません。このカレーは本当に独特な味わいで、あまり食べたことのない風味です。かといってその食べるのに特に抵抗を感じるような味わいではなくて、美味しくいただけます。先ほども言いましたが、これがコク深さと言っていいんだと思います。ごちそうさまでした。このじっくり煮込んだ牛すじカレー、よくありがちなビーフカレーとは明らかに、味わいが違いました。それは個性と言ってもいいと思うんですけど、私はとても美味しく感じました。牛すじの量が少なかったのは残念だったんですけど、とてもカレーソースがコク深くて、見た目もそう感じたんですけど、こうじっくり作り込んだという、商品名もじっくり煮込んだとなってるんですけど、まさにそういう言葉がぴったりの、長崎のご当地カレー、美味しかったです。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さよなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。
ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。